松ぼっくりチャンネルへようこそ。前回ですね、そんなチャンネル名じゃないんですけど、前回長領のね、この松ぼっくりを手に入れたので、今日はこれでね、ウォーロン遊んでいきます。最終体験版です。これ絶対強いぞ。これマジ絶対強いから、見てて。マジ半端ねえよ。これだってドドーンが出るから、なんてだって。いくよ。ドドーン！あ、そんな強くないな。なんだ？なんだよ。ドドーン！ドドーン！そんな強くないぞ。なんだこれ。こっちはどうだ？うわあ、あ、こっちの方が強いわ。いってててて。いてえな。マジで。どうすんなんなんお前ら、ほんとに。来いよ。おぉ、あれパリしづらいぞ。気のせいだった。どりゃどりゃどいしょークソハゲども、舐めんなよ、マジで。おらおら来いよ、おらおらどかん三国武装みたいな技だ。なんか見たことある。はいよー、回収。ドタバ、お、来た来た！黄金の乱や。これぞまさに。あ、なんだ？始まったぞ、ムービーが。さあ行け。すごい、なんかあれだね。お、来た来た、コックの来たぞ。お、こいつはまさか？お、これは超運じゃないか。おそらく超運と見た、俺は。白い馬乗ってるから。三国志の王子様的存在でしょ、趙雲っつったら。やっぱり、いや、当たった、かっこいいやば、王子様来たわ。ご長が敵に。喋るな、傷が深い。めっちゃかっこいいじゃん、イケメンすぎるやろ普通に。先に陣に戻れ。すごいな、そんなんで馬言うこと聞くの。すいません、失礼した。あ、はい、チーズケーキハットのルカティエルです。はい、丸いチーズケーキをかぶってます。かっこよ。もうお前が主人公でいいわ。うちのルカちゃんはモブキャラ、サブキャラでいいわ、サブキャラで。かっこよ。イケメンすぎだろ、普通に。どっち行けばいいの？うん。なるほど。黄金に占拠されたのか。よく俺が敵じゃないって分かったのは、こんな、どう見ても黄金尽くしなんだけど、全身が。武器も長領の持ってるし。長領のファンだよね、完全に。格好的には。黄金に入って、長領に見せられた、モブの。あ、これね、別の戦場でプレイを倒した敵。これね、死んじゃった人なんですよ。これ多分ね、なんだろう、これ、士気高まるのか、これ。どうしたんだ、やられたのか。なんかこう死因みたいのがあるんですね。バカかお前は本当に。おれ、なめんな、クソ雑魚が。お、死亡。これも死んでますね。なんかいろいろ死んでる、ここで。結構みんな死んでるみたい、ここで。これいけんじゃねえ、ジャンプで。二段ジャンプ。あい、届かないのね。いくぞ。ぬあいってらも、油断してないんだよね。ムカつくんだ、普通に。バカか。やめろ、後ろからその超必殺技みたいなやってくの。超運？これ強いんだけどさ、振りが遅いよね。なんか隙が多い。バカなのか？そんなの聞くと思ってんのか、お前は。こっちはなんだ？アイテムあるぞ。隙が大きい。隙が大きいって、硬直が長い。俺が苦手系の武器なんだよな、これ実際。俺手数追い系なんですよ、どっちかっていうと。手数で追い込むパターンの。おりゃ、いってえな、もう後ろから。また来たのか、お前ら。黙れ。やめろ、それ。それやってくんの。くらえ、岩の禁断症状。はい。岩の禁断症状、これだ。覚えておけ。やっぱこれ、戦技が強いな、こいつ。うん、戦技攻めですね、多分。なんだこれ。ん？なんだこれ。戦機の小僧。なんそれ。なんやねん、戦機の小僧。小僧しかいねえよ、ここに。おお、あったあった、はたはた。はいよ。オッケー、ボンファイリット。もらうぜ。おっ、これ武器じゃんか。これ絶対武器やろ。これ武器だな。もう武器だと仮定する。武器じゃねえんかい。なんだろう、遠距離武器。あ、お守りかな。あ、お守りだ。お守り。防御力が上がる。お守り。お守りでした。まあ、十分ですね。はい。
戻らなかった。その、これ開かないんじゃない？開くのね。でもどう見てもこっちだな。ちょっと待って。さっきの方には何があるんだろうな。で、これ今弓取ったから弓装備できるってことだよね。遠距離武器。竹弓。矢もセットしろ、しろと。あ、これ違うな。ん？弓と矢はセットなのか？もしかして。あ、セットか。オッケーオッケー。こっちにも見ちゃったよね。多分俺こっちに何かあると読んでるよ。アイテムあったから。多分この上を越えていくと、おそらくトラかなんかがいて、強烈な戦いが待ってると俺予想した。はい。はい。はい。いけないんかい。じゃあやっぱこっち行くんだな。うわぁ、来たで。血みどろじゃんけ。かわいそうに。よくもやってくれたな。好きにさせておっては、この国全体が焦土となってしまう。はい。OK。残念でした。ちょっと今打ち方が分かんなかったでしょ。無言だったでしょ。どうって打つんだろうと。あー、弱いな。いや、弱くはないけど、性能、防御力はさっき元から持ってたやつの方が強いな。ハック&スラッシュ、あ、ちょっと先にやっちゃった。ごめん。ハック&スラッシュ要素があるんでね。じゃん。あれ聞かないの？あ、あいつ弓か。違うな。さあ、あ、ちょっと間違えた。戦術イカズチ、あ、出ないじゃん。出ないんだよ。なんで殺しちゃった。え、戦術出ないんだよ。今出ない状態。何ですか、びっくりしたな。ドガーズボン。やっぱ戦技が強いな。うん、戦技ですね。はい。戦技です。この土が強いのは。もう完全に戦技頼みでいいですね。雑魚キャラは。雑魚敵はもう戦技で、戦技ぶっぱで多分倒せると思う。簡単に。え、矢を取りました。あ、あ、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。それー、いや、強っ。これマジ強い。強い。戦技マジ強い。超強いよ。いい感じ、いい感じ。もう敵だ、戦技をまず放って、ダッシュアタック。え、なにこれ、行き止まりなんですけど。あ、行けんのか、こっち。あ、こっち行ける系か。あ、でもこれ多分一緒だな。行き止まり、行き止まり。こっち。ん？なんかめちゃくちゃやられてるけど。めちゃくちゃやられてるってことは敵が結構しんどいのがいっぱいいるってことだよな。ここもいいんじゃない？この家の中。いないのか。じゃあお前だな。はいよー、強ないこれ。これ強いんだけど、マジで。マジ強いぞ、普通に。もう俺見切ったわ、このゲーム。これでいいわ。はいよー、バカかー。はいよー、出ないのか。出るぞー。な、どうして、どうして、死んじゃう、死んじゃう。どうして、そうじゃなかった、じゃーん。オッケー。そうじゃなかったでしょ、やり方が。うまくいってたでしょ、今まで。俺たちの戦いは。で、これどこだ、どうすればいいんだ。こっちか。ああ、このアイテムがあるのか。はい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 。あ、あそこにもアイテムあるぞ。ちょっとー、大丈夫？よかった。え、これどうやって行くの？こうか。あ、オッケーオッケー。危ない危ない。もう、そういうのやめて、ほんと。もう、迷惑って、迷惑としか思えないから、そういうの。で、一動が一なんかいいから、マジで、ほんと。しつこいな。自分で言ってるから。自分で言ってるから。お、なんか強い武器取ってるぞ、いつの間にか。これ。これなんだ？これ強いんじゃないか。お。おお、なんか、なんだこれ。これ何？刺し股みたいなやつ。刺し股強いんかな？いや、でも、いや、でも松ぼっくりだろう。今回はな。松ぼっくりの回だぜ。お、腕防具。レア度2。これいいんじゃない？弱っ。足が結構今強いの持ってんだ。全然。多分これあれ、長老のやつなんだろうな。はい。多勢に無勢。はい。奴らの強をつける手立てはないものか。多勢に無勢？この数でいけんじゃね、普通に。屋根の上から行くとか。いけるだろ、チョウンと俺なら。行っちゃおうぜ。もうビビる必要ねえよ、あいつら。防御力上げられるから。あ、こいつが強いのか。なるほどな。それー！
え、嘘でしょ？あ、ここ開くぞ。開かないの？何？こっちから多勢に無勢するのかと思ったのに。違うのか。じゃあやるしかねえな。この武器意外と強いですね。なんか何気に強いっぽいですよ。なんか、動きが良かった。こいつは多分あれなんだな。強い系なんだな。あれ？結晶が入りそうなんだが。ここ？入った入った、兵士入った。やばい、なんか強そう。なんだなんだ、気持ち気まいやー。え、止められた？あ、違う、今、あ、刺してこっちに寄せるんだ。はいはい。おお、これ、え、めっちゃ強いぞこの武器。松ぼっくり超えたんだが、いきなり松ぼっくり超えたんだが、混戦機が強い。マジでここでさ引っ掛けてこっちにやるみたいな、これいいじゃん。あ、いて、何？おいおい、ガキ何やってんだお前。ガキやめろマジで。いや、ガキがいっぱいいる、マジで。あそこか。おいおいおい。弓？いや、マジうぜえんだが、移動できないこのゲーム、弓構えながら。よしよし、止まった。ほら、ガキ、こら。あぶね。あ、弓なくなった。てめえ、こら。登れない。てめえ、こら、今行くから、待ってろよ。うれ、引っ掛けて寄せる。あいつはなんだ、マジで。あれ、どうやって行くんだ、そこ。あ、弓は取った。やっとった。あいつなった、マジで。おい、やめろ、チョーンに向かって。くそったれ、この野郎、オッケー。よっしゃ。これでここの初等化が開くんだな、多分な。下品の沈道？何？下ネタじゃん。何？下品の沈道って。完全に下ネタだと思うんだけど、違うの？こっちか？あれ、ここどこだ？反対側から開くんだよな。はい、じゃないんだよ。まあ、よくわかんないから立っとくか。ボンフェア！リッター！絶対違うからね。いう、絶対違うんだけど、もうこっ癖なんですよね。はい、何のゲームでも言ってるから気にしないで。これまたなんかいったー、またなんか言ってる、あいつって思ってくれる。ああ、犬やばい、やばい、これはまずいぞ、まずすぎる。キャー、死ぬ、助けて、ぴょんぴょん、バオン、危ない、回復やめて、ほんと。はい、防御力アップからの、はい、戦機できない、出ない、戦機出ない、普通に攻撃、オッケー。危ねえ、マジなんだこいつら、ほんと。チョウン助けてチョウン助けて、はい、ついて引く、はい、ついて引く、はい、ついて、はい、引く、はい、からのピッ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 、オッケー、おっしゃー。犬どこ行った？あ、犬チョウンが倒してたわ。イカズチをね、覚えたんで行きます。イカズチあんまり威力ないな。いや、当たんねえ、しかも。え、どこ行ったの？ああ、え、上がってくれんの？そっから、上がってこれんの？上がってこれないじゃん。なんか一人さ、サボってるやついるんだけど、あそこに。ははははは、気づいたやついるぞ。こいついけんじゃね？スポン。よし、いいぞ。来た。はい、来た。はい、松ぼっくり。やばい。はい、松ぼっくり。からの、松ぼっくり。お、やるね。やべ、強い、敵が強い。はい、パリー松ぼっくり、パリー松ぼっくり。残念だったな。これどこ行ってんだ俺、これ合ってんのか道。なんか全然合ってる気がしないんだが、ああ、置いてもある。なんかところどころにアイテムがちょこちょこあるんだけど、なんか順路が何なのかよく分かってない。これ合ってんの？はい、お、なんか取ったぞ。あれ、これさ、これ最初のとこじゃん。なんだよ。となると、こっちか？
ちょっと操作戻してみた。あ、びっくりした。いてててて。オッケーオッケー。なんだなんだ、急に出てきやがった。ちょ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 。いや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 。こうでしょ？やばい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 。操作戻したら、急に操作戻したから、今度逆にできなかった。犬かぁ、やだなぁ。うわ。うわ、すごいぞ。すごい、吊るし上げられちゃってる、吊るし太郎がいる。ちょ、吊るし太郎は失礼だな。ゲット？お、いるじゃん。はい。はい。やっぱ強いな。いてててててて、だら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 だ。いくぞ！チョキ！からの、たー！オッケー、強い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 。戦技たー！強いね。やっぱこれ強いな。やっぱこれ強いわ。これ普通に強いですね。シンプルに強い。なんかそろそろボスな気がしてきたか、俺。気のせいかな。嫌な予感がするぞ。はい。こっちの部屋なんだ？あれ？向こうがなんかやばそうで、こっちの部屋なんだろう？あ、いるな、なんか。う、え？何こいつ、ムカつくんだけど、普通に。なるほど、旗があったのか。立てとこう。はいよ。旗立てて、これ上があるぞ。これ多分さっきのかがり火の上なんだよね。やっぱ操作ね、僕の慣れてる操作方法に戻しました。で、なんでね、操作方法を戻したかっていうと、この魔法を使うときに、これ三角長押しになってるんですね、現状。あ、これ戻る。あ、こっちから行くしかないのか。三角長押ししながらだと、丸と四角が押しづらいんですよ。ただそれだけなんですけどね。三角を押しながら丸と四角って押しづらくない？普通に考えて。でも、R1、R2 の攻撃っていうのは、正直、もうちょっと欠かせない存在なんで。なになになに？なんか転がってきたんだよ。何が起きたの？はい？魔法？からの？はい？俺は、超飛！超量だった。ごめん。超飛じゃなかった。超飛の武器じゃねえ。超量だ。むちゃくちゃだな。むちゃくちゃだな。これは？なんかそろそろちょっと武器を、この、超量以外を取ってもいい気がするんだから。ダリーナ。ふざけんな、ふざけんな。やめろ、それ。オッケー。ゲット？そろそろボスっぽいんだけど。あ、なんか来たぞ。なんだお前。舐めんなよ。少量武器。強えぞ。攻撃力だけは本物だぞ。スピードは全くだけどな。ん？こっちか？方向的に、あれ、ここか？ここっぽいな。あ、ここ、なんだなんだ、なんかまがまがしいことになってるぞ。うわ、これ多分強いやつじゃないの？いやー、ちょっとこれ、めちゃくちゃ死んでるけど、あー、超強そうじゃん。これ、やばそうだな、普通に。落ちた、落ちた。え？どけ。防御力アップ。からの、防御力アップ。ダブル掛け。行くぞ。行くぞ。来るぞ。はい。終了！何が起きたかわからないうちに死んだ。こいつを倒さないとダメっぽいな、やっぱり。どう考えても。あまり近づくのは得策じゃないな。オッケー。はい。超飛のバコーン。はい。危ない。なるほど。あんまり、そんなに動きが速くないぞ。はい。はい。オッケー。おりゃ！よっしゃー！行ったぞ！やべえ！なんだかんだ行った。やべえ！しかもなんかやりとった。やべえ、行った。俺何気にセンスあるんじゃないか、このゲーム。101か。素朴やり。微妙だったなぁ。まあ、お守り取ったからいいや。こっちのお守りにしよう。お、レアさん。これいいんじゃないの？レアが高い方がいいに決まってんだよ、性能より。性能うんぬんじゃないから。もういかに、レベルが高いか。なんだ？まだ、ここで死んだらアホだぞ。普通に。6666。あ、意外と強いんだな、こいつはな。だが、残念。
知らない間に倒し、知らない間に倒されたけど、知らない間に倒したわ。少量いて、やばい、シュ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 、助けて。危ないです、危ないです。危ない危ない。ナイス、チョウ。サンキューサンキュー。よしよしよし、ここを取っといた方が絶対良さそうだよね。オープンネット。お、大きい土。なんか土ばっかだな。それもそれどうなの ?140。ああ、でもやっぱあれだな。長量の方が強いんだな。よし、ここで休憩所。ボンファイアリット。これがないとね、しんどいんだよね。よし、これ結構士気上がってんじゃね不屈なく9。結構いいんじゃねこれ。不屈なく9だよ。これちょっと一回休むか。休んで、で、ボスっぽい道見つけたんでそっち行きます。明らかにここボスっしょ。行くぞ。ここは明らかにボスっすよ、絶対。うわー、なんだろう。ここは我らのルカちゃん、ルカちゃん、どんぶりみたいな顔。うわ、まさか4足俺の嫌いな。今までの敵とは一味違うようだ。はい。油断いたすな。いやー、いや、獅子猿強そう。え、これ2体目でこんな強そうなの出てくるの。僕らカープ危な。ちょ、わかんないわかんない、本当にわかんない。はい。うわー、こういう感じで、なるほどなるほど。はい。パリパリしてこう。なるべくパリして。俺も来い。パリパリパリで攻撃を覚えていく相手の。はい、オッケーオッケー。今の無理。こうだね。はい、オッケー。ちょっと待って、ちょっと行け。チャンスだぞ。パリパリパリ、惜しい。あともう一回取れば多分致命が入りそう。はい、ナイス。おら、結構入ったね。追撃、追撃。あぶ、これ強くなったな、強くなったな。パリパリ、はい、パリ、ナイス、パリ。おら、いいんじゃない、俺たちの相性バッチリだな。主演、主演っていうボスらしい。絶対強くなった、絶対強くなった。うわー、超だった。パリ、はい、パリしていく。はいはい、動き読んで。パリやばくない、俺ウォーロンプロかもしれない、マジで。初見だぞ俺、これやばい。しかも超量の武器が超強い、マジで。普通にいいよいいよ。主演、このガード体勢からパリ、あ、ミスった。しっかりパリ、はい、ミスったやべやべ、調子どうだ、やばい。俺じゃないのか。回復、パリパリパリ、オッケー。ちゃんと見ればそうでもないの、動き。はい、残念。おら、初見撃破やったぜこれが死にゲーよ。死にゲーでくしくも戦ってきた男の力。初見撃破だよ、っと。やばいね。これはマジ初見っすよ。さ、マジみんな言っときますよ。初見詐欺じゃないっすよ、俺。俺、初見詐欺、基本絶対しないんで。おもろくないでしょ。初見じゃないときは初見じゃないんでって言いますから、俺ちゃんと。初見じゃないけど、なんか覚えてないんですよね、多分言うと思います。よく戦ったな、友よ。ああ、死んじゃったんだ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。はい。ちょっと、これほどの強者が無名でいたとは。似合ってないよ、その帽子。天に昇らんとする竜を見た思いよ。はい。あざっす。おお、なんか出た、チョウンから。チョウンの光出た。こう競い合ったとは、別れ際に笑顔を持ち、はい、戦場に散った。誰だったんだろう、死んじゃったの。べきのため、名もなき友達。どこへ向かうべきか。おお、何にしてもかっこいいな、チョウンが。リ
き強者よ、気候は道を示してくれた。やっぱなんか主人公補正入ってると思うんだよね。乱世を貫く、そうしたらたとえ百万の軍一騎当選、一騎当選です。麒麟のごとく太平への道を切り開かん。かっこよ、言ってみて、俺もこういうセリフ。あ、麒麟がついてたんだ、なるほどね。おお、これ仁王とか一緒だね。守護霊だね、守護霊が。おお、行こう、この山を奪還し友の無念に報いるぞ。おお、かっちょいい。あ、これまだ続くん、え、まだできんの。決議により麒麟の玉を得ました。まあ召喚できると、溜まった状態で。お、強いよ、麒麟強そうじゃん。なるほど。神獣共鳴。はははは。ん？神獣共鳴発動すると神獣が現れ、自身と味方全員の、あ、なるほど。これはバフがかかると。なるほど。ますます厳しくなるだろう。おお。引き締めて参るぞ。まだ続くんだね。ボンファイアリット。いや、おもれえ、マジで。いや、まさかパリあそこまでうまく決まると思わなかったな。